はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼルダの伝説夢を見る島アングラーの滝壺だったっけ、名前消えちゃったからわかんないけど、ダンジョン攻略からやっていきましょう。まあ、いきなり右の扉が閉められたけど、お、開いた？こいつらだけで開くのか。ただもうちょっと様子を見ておきたい。爆弾があるね。まあ爆弾は今20個なんで、おおおおおおお、いけねえのかよ。ってことはやっぱりあれを手に入れなきゃいけないんだ。ここで海を渡れるアイテムを手に入れて、まあ、進んでいくと。でこれはもう積極的に盾を使って、待って、お、力のかけるか、びっくりした。これは、あ、大丈夫か。いきなりコンパス、まあ、こういうのってさ、初めの方に手に入れたいよね。前回そもそも地図手に入れてねえしっていう。音はする、あれ小さな鍵で音がするんだっけ。あ、これか、普通だね。一応全員倒す。で扉が開いて、でそのまま右行きますか。深いところなのか浅いところなのか若干分かりづらい。こうやってあると分かるけど、深いところだけとか言ってひで、鍵ねえし。もうちょっと探索してから来るか。ここはじゃあ上に登っていきましょう。上に伸びるわけじゃないんだな。変な花がいるな。飛んでくるか、こっちまで。で宝箱、お、早い、いいね。やっと地図を見つけたっていうか、早いよ、今回は早い。うん、それなりに宝箱の個数はある。てか地図でもあんま開かないんだよね。ここはダッシュジャンプで抜ける感じかな。 OK、誰か怒ってけど、ちょっとあんまり気づかなかったけど、ダッシュ夢中で。ここだって深いよな、かなりひび割れている。爆弾大丈夫だな、これしけっちゃわない。ただこれ、あ、押せるか。これで小さな鍵、だいぶ深いね、あれ。爆弾、弓矢なんかちょっと無理やりでも買っとこっかな。なんか最終的には絶対必要になるからね。爆弾置いて、で、いって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 、待って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 、あそこにハートが用意されている。で小さな鍵、なんか大層な宝箱に入ってるけどさ、いって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 、操作ミスが多い。一応倒しとこう。特に敵を全員倒したところで何かがあるわけではないので、ここも OK、 ダッシュで越える。こっちから降りれるとことかないよね。また走ってこう。こっちに行けるか。でさらに宝箱、あ、くちばしね。クロウはまだ見かけてないから、下のところへ行きますか。こいつも立てて一気にひっくり返す。あれ、下行ける。あ、そうかそうか、ここあれか、行ったか。ジャンプしながら剣振ってってすげえよな。鍵自体はそうか、 A ボタン押さなきゃ開かなかったっけ。あっちゃいけないっしょ、どう考えてもいけないっしょ。え、待って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 、痛いな。え、これはどう、あ、あっちにジャンプか。ほいで鍵があって、死神ナイトがいる。先に開こう。
ちょっと待って、あいつうぜ届かねえし、え、おかしくねえか。で一回こっち行くのか。一応鍵の音がする。下にも行ける。いや鍵の音するから、壺で倒せば分裂しないね。あおひどい。いやいや、そんな音されても。だってこういうの押せないしね。うおおおお、これダメか。フクロウがいるな。上は鍵がないからね。これ大丈夫なところだね。光る床、その動き知る者必ず導かれる。いや、いけない。これ、こっから、あ、いけるか。こっちに行くか。ちょ、あいつ邪魔だな。あの、花。力のトライフォースがあったけど。アメンボ君は浮いてるから。上も、結局は手に入れないと何もできねえな。なんかさ、あそこの階段って結局ここに繋がってそうじゃん。やるな、この槍投げてくるやつも。どっから槍を出してんだっていう。おいー、これさ、宝箱の上にいる間攻撃できないんだけど、ひどくない？左から行ってみよう騙された。意外にヒットポイント減るのが早いな。増えてきたけど減るのも早い。ん、これ光る床とかじゃない？あ、光る床か。見て何がダメだったんだよ。あ、順番通りやれてるぞ。痛い、待って、倒す。違う。ここ2だったら無理じゃね？1でしょ。これどうする？え？あっちどうせよっていうの？ここ1回降りられるよね。いやだから何っていう感じだけどさ。いやスーパージャンプしていくの？無理だってちょっとわかんねえから先にこっちへ行こう。ちょっとちょっと待って、当たった。で鍵か。ただ鍵だったらな、向こうが行けんだよねっていう感じだけど、待って、ちょっとまずい。ここも一回後回しにしよう。ヒットポイント回復したい。あれ復活したんだっけ？復活剤まだ残ってるよね。当たんねえし。え、間違えた。しまった、余計なダメージを食らってしまった。階段の方に行こう。ちょっとハートクリー、ハート。てか剣を振りながらもいい。ハート、ハート。こいつがな、ちょっと盾、盾装備しておいて。こいつ、こっちろ、溺れろ。折れた。あと選択肢としては、おいー、中ボス回。え、なんだ。え、どこ狙う。目玉じゃない。さっき何だろう。ケツ当たんねえ。これ別にさ、本当に後ろから狙うんじゃなくてさ、ここから狙えるんだけど、判定がちょっとザルだな。ここにいれば、この繰り返しなんだから。これ
つっつけば勝手に来てくれるんじゃないか。しかもさ、はめられんだけど。弱い。まあ、分かればなんてことはないね。妖精ちゃん、回復してくれ。で、閉まる前に行けってこと？あ、これか。つかむ。なるほど。これ挟まれたらどうなるの？押しつぶされるのかな？こいつら結構うっとうしい。ガードできる？まあいいや。これ絶対でしょ。泳ぐやつ。アングラーの水かき。潜れるし早く泳げる。で、どこだ？また初めてのところか。何？正面にあれを。ケツが弱点だな、ケツが。とにかくここはケツだな。あれ？っていうかさ、光ってんのあんじゃん。これは親切だね。なんかさっきのやつ光ってたやつなかったよね。え、だけ。あ、これここか。こっち行けるよね。おお、すげえ。潜れる。潜ってんだか潜ってないんだかわかんねえし。で、じゃあここやって攻撃できる。うん、わかんねえ。攻撃してるんだかしてないんだか。で、ここ違う。あれ、さっきと一緒っていうか、なんかさっき順番わかんないけども、ちげえ。2番でしょ、3番でしょ、4番でしょ、5番。おお、階段か。まあいいや、行ってみよう。あれ、ドスみたいなのがいる。いて。気をつけてたつもりが、こんなのに押しつぶされたら 100% 死ぬだろ。え、しかもさ、これ何、これこれってこと、こうか。で、ここに出てきてた、こことださ、あ、こうね。で、ボスの鍵。あの左の壺だけど、なんかあんのかな。ただの壺だよね。あ、ダメだ、攻撃できねえ。ここ潜ればでもなんとかなる。ジャンプ。鍵がない。あと行けるところを探せ。いって。これ鍵違う。そんなに単純な話ではなかった。もうちょっとじゃあ潜れるところを探しに行きますか。こっちもやってないからね。こっちの階段、うん、お、鍵がある。あ、潜れってことか。なるほど。さっきのところね、これ多分あの下に落っこってった鍵だよ。だ、最初にここ来たらなんだここって言って、結局意味わかんないまま去っていくことになったけど。で、さっきのところ、これ左から行けるんじゃないか。あれ、違ったわ。こっちから行かないとダメか。行って、潜ってれば食らわない？あんま厄介だな、本当に。水中で攻撃できないっていうのがめんどくさい。じゃあ下に行きましょう。プクプクみたいなのがいる。あ、ここは攻撃できるんだ。
の動きがそんなに速くないからなんとかなるね。マリオのプクプクとか結構厄介だからね。なんか狭いところに来たな。え、あ、そうか、押せばいいのか。ただなんか落ちてった。このまま押し通す。いや、めんどくさいけど落としたい。ただそれだけ。お前を落とす。かわいそうに。よし、ヒットポイントは全開にしていきましょう。あれ、下へ降りろってか。水中バトルもしかして。え、マジで下行く。餌来た。アングラーそのままだ。いや、めんどくさい、これは。ああ、なるほど。この戦いもなかなか珍しいな。アイテムは使えないね。これがいいじゃん。ゴアングラーみたいなのが来た。回転切り強えな。あれっていうか、その敵の方が結構いい。弱い、超弱いんだけど。特に何のギミックもなかったから楽勝だったな。攻撃を当てれば勝てるっていう。ハートの器で、じゃあ上か。あそこの扉が開いてるかな。そうすると、開いてね。あ、開いた。縦ごとか。潮騒のハーブ、これで4つ目。入り江、入り江の中にもお前の行く道は続いている。さて、泳げるようになったんでめちゃくちゃ行けるところが増えたと思うけど、ただ相変わらずの動きの遅さはあるな。別に速くならない、潜ってるだけだからね。クロールしてるわけじゃないから。え、あ、これハートのかけらちゃん。これだけか。なんか墓場のところもちょっと行ってみたいけどね。服の色が変わるやつ、体勢が多分変わるんだろうな。これさ、潜ってさ行けるわけではない。そもそも行き止まりってことね。とろい。あそこジャンピングで向こう行けるのかな。それともなんか木があるってことはフックショット系かな。なんか行けそうな、行けなさそうな。え、全然ジャンプできないんだけど。なんで。え、なんだ、わからん。やっぱフックショットか。ここはなんだったっけ。妖精だっけ。あ、違った、帰り道だ。多分滝壺のところから階段降りてくるとここへ帰ってこれるっていう、そういうことだな。じゃあワープしてどこ行くのっていう話だよね。
泳げる入江だからマーサの入江か。単純に泳げるようになったからこっちをクリアしろと。あれ変なやつが来ちゃった。何こいつ、マジ何こいつ呪われたんだけど。まあ気にせず。墓場近かったっけ、マーサの家って。貝殻、攻撃できないのが厄介だな。あいつが来たらちょっと攻撃できないし。あれここっていつも落ちる。あのお化けのさ、お家連れてって一応こっちへ行ってみよう。行って、あれなんだ、全然気づかなかった。ハートのかけら、しかも揃ったし、潜ってれば食らわない。こいつのお家はどこだ。で、まあ、墓場っぽいけどね。あれこれ何、これ毒じゃん。お前似合うぞ、ここここお前の家じゃないの。一応ちょっとこれもやってみるか。あ、え、なんだ、小悪魔、俺を目覚めさせてくれたな、ありがとう。俺にこれをやる、よろしいですか。魔法の粉をもっと持てるようにしてやる、よろしいですかって。いいぞ。持てる数が増えてしまった、じゃあ元気でね。もう一回なんかなんの、あ、もうならないか。これはただのイベントだったね。こいつの家ではなかった、まあいいや。え、じゃあ墓場へ向かうってことか。一応本当に次じゃあどこ行くのって言われたら分かんない状態だからね。マーサの入り江から上へ行けば墓場に着くんだっけ。いや違うな、そっちじゃないな。だったら確実にジャンプしよう。一回ワープして、その前にじいさんの話聞いとく。上にもでも行けるとこあったな。変なお化けに取りつかれた、行きたいところに連れて行け。小役に立たねえんだけど、ほんと最近当たり前のことしか言ってこない。ちょっとこっち経由で行けそうなところ。またでもなんかあれだね、行けるから潜って。行けた。お化けはついてきてない、水中には来れないのかあいつ。でも空中飛んでこっちに来れるよね、お化けだったら。いる、早い。ここは何、いやそこ、いや、え、いけないの、こいつがいるといけないのか。最初に呪いを解くしかない。シャナックとか覚えてないからな。剣振るんか。泳げ、これで泳げんじゃん、丸ボタンで早く泳げんだけど。え、じゃあここも丸ボタンで早く泳げんの、もしかして。げ、泳げる。そういうことか。あれ、なんかいるよ。へい、彼女、ネックレスが波にさらわれちゃった、見つけてくれたら私のなんとかあげる、やったって言うけど絶対さ、ろくなもんじゃないか。これこっち変わんねえか、どこにいるんだ俺は今。あとさ、あれも手に入れたからさ、なんだっけ、交換するブツ、ブツブツ交換のやつ、
どこだったっけ、動物村だよね。え、入れる、あ、入れる。入り江のお家、それより先こっち、こいつじゃねえっけ、空飛ぶ鶏、そう、空飛ぶ鶏欲しいんだよね。あれ、こいつまだいるの、浄化してくれ幽霊を。他の人には見えないのかな。あれ、こいつじゃなかったよな。え、入江の像が未完成、それどのこと言ってんだ。あれ、こいつか、ハイビスカス欲しがってんの。はい、ライト様に手紙を届けてほしい。あ、あいつだよね、手紙が来てないってやつ。ヤギの手紙になった、なんかすごいぞって。所詮ヤギだからな。まあいいや、とりあえずじゃあこれをゲットしたかったんで、あとはもう一回ワープして、墓場へ連れて行こう。墓場でいいんだよね、本当に。ってかそれしか思いつかないからね。ダンペイさんのところから行った方が早そうだよね。こいつもワープでついてくんのかな、先回りしてて。あれ、いない、あ、来た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 、タルタルコーチ。あれ、ここから行けなかったっけ。ダハールの森、ダハールの林、いつも間違える。カラスばっかりだな。ココリンコ平原、あれ、こっちじゃねえ。近くに来たらなんか言えや、ここ近くだよとか。お前の家はどんだ、でけえのが出てきた。杖、お家連れてって、入江のお家。あ、お家ってもしかしてあれ、なんかさ、ここ誰も人いねえなみたいなこと言ったとこ、お家って墓場じゃねえの。杖の幽霊倒せない、もしかして。いや、そんなことない、杖な、普通に強い。家のうちってそっちのことかい。これいけっかな、これどこに繋がってんだっけ。動かせない、もう忘れちゃったけど、とりあえず行ってみよう。どこだここ、地図を確認しよう。いや、普通に墓場だな。あれ、ここかな、ここは関係ない。いや、似合うぞお前、ここお似合い。いい加減成仏してくれ。で、結局ここに出ただけじゃん。ワープすっか、ダンペイさんのワープゾーンどこだっけ。こっちか、分かった分かった、ようやくようやく入り江のお家の意味が分かったよ。じゃあどっから行く、あれ、ここマーサの入り江、ここの家のことだよね。ここ3マスだから OK、ここ僕のお家。どうだお前のボロっちい屋敷、誰も来てないからもうだいぶボロくなってるぞ。僕って言ってくれ、男なの、そういえば。動けない、懐かしい、変わってない、変わってないって。お前こんなボロボロの家に住んでたの、もうちょっと掃除した方がいいぞ。だって花とか生えてるよ床に、大丈夫なの。
てかお前なんで死んだのそもそも。こういうお化けになってるってことはなんか未練があるってことだよね。もういい、お墓かふざけんな、お墓連れてってとか行かれてんな。このタンス調べらんなかったんだよね。タンスの扉が外れている、随分と前から使われていない。これなんかなんもないか。結局じゃあさっきの墓、ここ通って行った方が早いよね多分。ダンペイさんのところ、いやこっち、ウクク草原。え、これどこに出てくるんだ。いや、ダンペイさんの方が良さそうだな。勝手に人に取り付けおって、で多分立派な墓のところだよね。この泉がわけわからん。あれ？なんかモヤモヤしてる？そんなことないか。潜れるわけじゃないか。なんもないよね。ここここここ。これ違ったらお前マジぶっ殺すよ。死んでるけど。おお、合ってた。気持ち悪い顔になったな。ありがとう、僕の宝物をあげる、バイバイ。あ、瓶だ、やった。中に妖精、妖精の瓶って名前なんだそもそも。ご無沙汰じゃの。マーサの入り江の深みよりナマズの大口。いや、さっき入ったよ。そしたらあのお化けに拒否されたんだけど、ちょっと妖精は回収したいよね。あとお墓イベントもやりたいといえばやりたいんだよな。ちょっと何が何だか分かんないけど、え、どこが一番とか分かんないんだけど。書いてある、書いてあるわけじゃないよね。お化け出てくるしさ、強いんだよねお化け。お、弓矢、てか弓を持ってないけどね。買わなきゃダメ。今いくら持ってるの俺、300円とか全然足んねえわ。まあ、まだいいか。キリがねえなここ。つえ、あ、妖精しまった。瓶、瓶、これでそうだよね、これで捕まえろってことだもんね。こいつは永遠に出てくる。まあ、いっか。じゃあ入り江に向かうんで、またワープ地点に行きましょう。ちょっと、あれどこ行ったっけ。ダハールの森越えて、毎回言うけど森じゃなくて林越えて、ここでしょ。ってことはこっから行った方がいいか。マーサの入り江から行くか。でこっちか、降りていこう。おお、金が降ってきた。なんで。泳げ泳げで潜って、クロールができることが分かったからね。なんかあんま進まねえな。思ってたより進まなかったぞ。で、ここ
ほかナマズ。ナマズの大口、というところで、じゃあ次回はここのダンジョンをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。